くまパン園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまパン園芸ナビゲーターこみです。でこちらがお部屋でのんびりと植物をめでるのが大好きなくまパンです。好きとか嫌いとかには関係なくて、今は皆さんもね、お部屋の中で過ごすこと多いですよね。で、お部屋で植物を楽しむのって難しいかな、くまパン。そんなことない。で、今日はくまパン、ポトスをこう用意したんだよね。ポトスは、単位性もね、とっても高い植物で、私たちくまパン園芸で育てている植物の中でも、感覚的になりますが、単位性はね、とても高い方だと思います。そうだ、単位性というのは、日陰でも成長できる性質のことになります。ポトスは部屋の中でも明るめの場所ならば十分に育つということになります。あと、どんな環境でもね、とてもよく育つ方だと思います。ここにあるように、こちらですね。水差しでもね、たくさん根が生えてきて、徒長もね、それほど目立たないで、綺麗に育っています。土の入った鉢をテーブル、ダイニングテーブルとかね、お食事するようなテーブルの上に置くのは、ちょっと抵抗があるっていう方もね、多いかと思います。そこで今回はテーブルに飾ることをね、前提にして、ポトスのね、お話をさせていただきたいと思います。ポトスを土以外に植えてテーブルプランツにする場合は、一つ目はまずね、水差し。簡単ですよね。次にベラボンや水苔、私が得意中の得意というか、私はとてもよくね、仕立てることが多いです。そしてここには今日は持ってきてありませんが、ハイドロボールなどを使ったものがあります。どの方法でもね、とても簡単ですぐに成長してくれます。清潔で簡単に飾れるので、ぜひ皆さんにもくまパンからも入って挑戦してみてくださいだよね。ではこれから実際にね、今日はやってみたいと思います。くまパン園芸。ここに少しね、こんな感じですね、つるが、よいしょ、こんな感じですね。ちょっとね、つるが伸びているね。ポトスのね、グローバルグリーンを持ってきました。くまパンも大好きな品種です。まず一番簡単なのがね、水差しにする方法。伸びたつるがあったらば、まずカットしてください。カットする場所は、葉がね、できればね、もう1枚とかじゃなくて数枚の方が安全ですかね。あと、節を2個ぐらい、2節ぐらいつけて、私たちはカットしています。あ、くまパン、また宇宙人パワーでハサミを転送してくれたのね。手際いいね。じゃあここ切ってみる？この辺かな。ちょっとね、贅沢に多めに切りました。あまり短く切るとね、失敗しちゃったり、あと芽が出るまでこう飾っておくのにも楽しさがないって私は思います。ではこちらの方のね、下葉をカットしちゃって、そしてお水に刺すだけです。例えばこうやってお水をね、用意しておいて、ここにピュンと刺すだけ、こんな感じです。はい、くまパンどうぞ。よいしょ、これでね、もう終わりです。簡単です。室温がだいたい20度以上あれば、1週間程度でね、根が生えてくるはずです。注意するポイントは、直射日光に当てないこと。定期的にお水をね、交換することになります。直射日光に当ててしまうと、ポトスはね、葉焼けもしやすいということもあります。その上、このように根が露出しているもので、根にもね、直射日光が当たってしまって根が傷むこともあります。もともと普通なら根は真っ暗な土の中にあるものですから、直射日光まで当たるのはね、ちょっと耐えきれないようです。水の交換は水が汚れる前にしてください。くまパンは夏はね、1日おきぐらいかしら。冬はね、のんびり4日ぐらい放っておいてから、こっそりと交換しているのをよく見かけます。水が汚れるというのは、水の中で細菌が湧いてしまって腐ってきているということです。
衛生的にもね良くない上に放っておくと調子を崩す原因にもなります。せっかく綺麗にテーブルにね飾ったのに水が濁っていたらもう悲しいというか意味がないって感じですよね。それと水を頻繁に交換していればコップに汚れが定着しないので、コップをねゴシゴシとね後で洗わなくて済むので最終的にはね楽ですよね。クマパン園芸。さて次にヤシの実チップのベラボンを使った植え付けのお話になります。実際にねちょっとやってみます。今回は M サイズと S サイズを使ってね植え付けてみます。ベラボンはあらかじめ水に戻しておきました。ねえ容器どうするクマパン。あ、クマパンありがとう、また転送してくれました。今日はね透明なグラスを使わないんだね。そっか、根を見えないようにしたいのね。確かに水差しではもちろん根がね丸見えで見えちゃいます。ベラボンでも成長が進んでくるとグラス越しにね根が見えてくるようになってしまいます。それはそれでまあ面白いとも言えますが、根やベラボンが見えるのが苦手という方もいらっしゃると思います。そんな時には簡単ですがこういったね中の見えない容器をね使ってみます。ではね早速作業してみます。まずねベラボンの M ですね、こちらをねちょっと下の方によいしょ入れます。こんな感じでそこにちょっと入れておきます。次にベラボン S をねある程度の高さまで入れていきます。このぐらいかしらクマパン、どう？こんな感じです。そしてこうやってカットして水に挿しておいた挿し放題をバランスよね、クマパンこんな感じ？こんな感じでどうかしら、いい？このぐらいで高さ、じゃあこの感じでここに、あークマパンダメだな、もっとギュッと絞っといてくれないと。刺してからあのベラボンをねギュッギュッギュッと結構浮いてしまうのでしっかりと詰めてください。これはお好みなんですが今回ねこのベラボン S でねもうこれで良いかなと思いますが、時にはこのベラボン M 大きいのをね上にちょっと飾り石みたいな感覚でね置いて載せるのもねいいかなと思います。これで完成になりました。でもテーブルベタベタに汚しちゃったねクマパン、ごめんなさい。単純ですけどかなり印象も変わってきました。陶器はコップのデザインや絵付けに個性が出るのでこれはこれでいい感じにおしゃれにね飾れるんじゃないかなと思います。ポトスをベラボンで育てるときに注意するポイントは、クマパンわかる？ベラボンを乾燥させすぎないことになります。ポトスは根が乾燥すると割とすぐにね葉がへにゃーっと弱って傷んでしまいます。少し乾燥してきたなって思ったらば待たずに水をたっぷり入れてあげてください。では実際にやってみます。こちらのベラボン仕立てにねお水を入れてみます。あれ、お水持ってくの忘れちゃったの？クマパンここにあるよ。こんな感じですね。浄土でねこうやってお水をねタプタプタプとたっぷりあげます。うっと表まで上まで来てしまいました。たっぷりとお水をまず入れます。そしてしばらく待ってください。お水がね何前に映らないようにこっちにする。お水がベラボンにねちゃんと吸ってくれたことをね確認するまで待ちます。そしてこれをよいしょひっくり返して余分なベラボンに吸い切れなかったね余分なお水をね流し出します。そこに粗めのベラボン M を入れてあるので水抜けが良くなってね水出しがね楽になります。水を出すことによって余計なね水分もなくなりますし汚れや雑菌なども流れるので清潔で良い状態にね株をキープできます。これで綺麗な状態で
テーブルに飾れるよね、クマパン。え、何？こちらの苗は綺麗だけど、私たちのテーブルが汚いって言いたいの？うん、これは後でゆっくり、撮影終わったらゆっくり片付けようね、二人で。では、この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと、更新した時に通知を受け取ることもできます。Twitter やブログも書いていますので、よろしければ遊びにいらしてください。ではまた皆さんにお会いできるのを、クマパン王子も私もとても楽しみにしてます。またねー、バーイ、クマクマパン、またねー。クマパン演芸。